にちは、 SNS 担当の柏木です。私が日常の中で気分が上がるシーンはこの猫の人形に癒されている時です。こう疲れた時にこう家に帰るとリビングのベンチに置いてあるんですけど、すごいこの顔とかもリアルですごい癒されています。で、私は家族の中にちょっと猫アレルギーの人がいて、みんな家族猫好きなんですけどちょっと飼えないので、家には猫グッズであったり猫のぬいぐるみがたくさん置いてあるんですけど、その中でもこのひざ猫はすごいお気に入りで、重さもちょっと重くてリアルで、とてもお腹がふわふわなので、いつもちょっと疲れた時とか落ち込んだ時はこの猫のぬいぐるみをこう持ったり抱っこしたりしてすごく癒されています。私がもう一つ日常の中で気分が上がるシーンはお気に入りのハンカチを持って出かけた時です。こうハンカチを集めるのとかが好きで、いろんな旅行とか行った時に買ったりしてしまうんですけど、これはエトワールで実際に買ったものなんですけど、猫の柄が書いてあるのとオレンジ色がちょっと可愛かったので買ってしまいました。冬なので暗い色になりがちなので、小物だけはちょっと明るくしようと思ってオレンジを買ってみました。明るい色を持つと気分が上がるのでおすすめです。実際にお気に入りのハンカチがカバンに入ってたり、食事の時とかに手洗う時にちょっと目に入るとすごい気分が上がります。こんにちは、ウェルネス&ビューティー部の高橋です。私の日常で気分が上がることの一つ目は、仕事終わりの帰り道に綺麗な空を見ることです。空はなんか見ることでこう全てを包み込んでくれるような気持ちになって心が軽くなるなと思います。そして二つ目は、自分の好きだと思えるインナーを身につけることです。私はインナーの売り場を担当しているんですけれど、すごく人気のある商品を自分でも実際に履いてみて知りたいなと思って、その中でも自分がおすすめだなと思った商品がこちらのバラレースショーツです。このバラレースは履いてみると360度どこから見てもとても可愛くって、で可愛いだけではなくって、お腹とお尻をすっぽり包み込んでくれるような安心感のある履き心地なんです。今ちょうど秋の新作カラーが4色出ていて、その中でも特にお気に入りなのがこちらのブルーグレーのお色です。このレースの部分だけがすごくこうダークになっていて、そこがすごくお気に入りです。今年の秋冬のトレンドカラーでもありますし、あとは肌にのせると透明感の出るお色でもあります。ぜひお気に入りのアイテムも見つけてみてください。こんにちは、商品企画部 MD グループの秋山です。私が日常で気分が上がるシーンはとても天気の良い朝です。カーテンを開けた時、行ってきますと言ってドアを開けた時に目の前に澄み切った空が広がっているのを見る時にとても清々しい気持ちになって気分が上がります。あ、この世界はとても美しいなとか、今日はどんな素敵なことが私を待っているんだろうと思いながら一日をスタートさせます。あとは私が気分が上がるシーンはもう一つあって、私が誰かにプレゼントをした時にその人が私がプレゼントしたものを使っているのを見た時です。母の日に母にこのマグカップを買ってプレゼントしました。この2匹の猫ちゃんが寄り添っているデザインが私と母をイメージして、私の母のことが大好きだよという思いと、また母の愛情が私に届いているよということを伝えたいなと思ってこのマグカップを選びました。この箱の時点からすごく可愛いですよね。そして開けた時にも同じ柄がこのマグカップに印刷されているので、とても可愛くて喜んでもらいました。このマグカップを私が帰宅した時に母のテーブルの前に置いてあるのを見た時に、あ、今日も一日母がこのマグカップを使ってくれていたんだな、私のことを一日思ってくれていたのかなと考える時にとても気分が上がります。